はい、そしたらね、この前のね、中間テストのテストを返しますんで、名前呼ばれた人から取りに来てください。あ、そうじゃん、今日テスト返しだ。はい、足立。はい、木島。大丈夫、ちゃんと勉強したし、絶対いい点は取れてるはず。はい、田中。はい。はい、ありがとうございます。うわー、マジか。うわー、いや、思ってたよりはちょっと低かったな。おい、田中何点だった？やだよ、教えないよ。え、なんで？いいじゃん、教えてよ。いや、マジで今回はちょっと教えたくない、本当に。まあまあまあ、俺もそんな良くなかったからさ。何点？いやいや、だから教えないって言ってるじゃん。え、なんで？いいじゃん、教えてよ。何こいつ、しつこー。しつこく点数聞いてくるやつ。うわ、マジか、38点か。いや、まあ赤点じゃなかっただけいいけどさ。うわ、マジか。はい、で、テストね、一応ね、今返したんだけど、もしかしたら採点ミスもあるかもしれないので、一応ね、チェックしてください。あ、そうだ、採点ミスあるかな。あれこれ違くね。あれ、これ丸のはずなのに×になってる。あ、待って、来た。はい、じゃあ2点プラスして75点だね。はい。あ、先生、この四角語のカッコさんってこれ多分合ってますよね。はい、田中、どうした？丸のはずなのに×になってるんですけど。どれどれ、これと、本当だ、うん、これ間違えてるわ。うん、だから丸ですね、これ。よっしゃ、来た。え、ってことは、そしたらこの問題は2点なんで、38点じゃなくて40点ですね。来たー、40点来たー。よかったないや、30点台と40点台だとだいぶ違うからね。うわ、よっしゃ、来たー。採点ミスで10の位上がると嬉しい。うわー、次数学か、めんどくせえ。でも今日さ、テスト返却じゃなかった？え、ああ、今日テスト返却だっけ。先週さ、先生さ、テスト返却だって言ってたよ。あ、そうだ、先週言ってたわ。来たー、テスト返却か。だから結構授業潰れんじゃね。はい、じゃあ早速ね、授業始めていきたいと思います。あ、先生来た。はい、みんな教科書とノート出してね。あれ、テスト返却は？あれ先生、今日テスト返却じゃないんすか？あー、ごめん、今日テスト返却ないです。え、今日ないんすか？ちょっとね、他のクラスの丸付けとかしてたらね、ちょっと時間なかったので、はい、次回にします。え、何それ？え、何それ、どういうこと？なので、今日は通常授業です。はい。で、テスト返却は、また次回になります。いや、通常授業はだるすぎる。え、なんで？絶対終わらせてきて。採点終わってなくて通常授業はなえる。はい、そしたらね、名前呼ばれた人から取りに来てください。はい、まず、足立。はい、次、鈴木。はい、高橋。はい。いやー、何点かな。はい、田中。あれ？先生の表情なんか良くないんだけど。あ、これ絶対悪いわ、俺。うわ、田中絶対点数悪いでしょ。うん、もう思いっきり顔に出ちゃってるから、もう絶対渡す時にさ、もう少し頑張れって言われるタイプの顔じゃん、あれ。いや、でも逆にいいからこそ表情をしているっていう可能性もあるからな。まだわずかな可能性にかけよう。よし。はい、田中。先生、僕何点でしたか？はい、後で職員室来て。うん、だよね。